今月は、ラッキョウ農家を取材します。鳥取市福部町で、5月下旬からラッキョウの収穫に取り組む山根剛さん、59歳。4年前に GI 登録された福部砂丘ラッキョウの生産者です。こんにちは。こんにちはよろしくお願いします。よろしくお願いします。山根さんの母、み智子さんです。 家族三人で作業を分担しながら、らっきょう生産に取り組む山根さん一家。自宅にある作業場で、出荷前の調整作業を行っています。こちらの作業場にも、収穫されたばかりのらっきょうがいっぱいありますね。はい、まき、あ、き、今朝掘ってきたんです。ええ<ー>、<laughs> 今やっぱりこうやって見ると、本当に大きいなって思うんですが、今年の出来はいかがですか。今のところは、ま、まずまず。 ですけどねあの見入りも早いようですしはい美味しいラッキョウが美味しいラッキョウが <laughs> あのなんとも目の前に包丁が <laughs>、はい、<laughs> ありますけどもどのように作業されているんでしょういいですか切ってお願いします <laughs> これがあの1センチぐらいの長さに根を残してこういう形で <laughs> うわ切り口すごいこれで出荷するんです <laughs> 出荷までにらっきょうの根と葉の部分を落とす調整作業は。家族の中で主に美智子さんが担当しています。一番こう、やりがいを感じるところとか。これ撮った時に、いいらっきょうが見えたら、うん、嬉しい。あ豊作だとか、きれいだなとか、いろいろ、もうその時の感動が。<laughs> 毎年毎年、はい。毎年変わりますから。<laughs> はい、今年は雪も少なく。 いい出来だという砂丘らっきょう6月下旬頃まで出荷作業が続きます来週はいよいよ砂丘らっきょうを味わいます